つの夢と感動を大切にします。サントリーと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。つなぐバレーでアジアトップの座に君臨する韓国、注目はスーパーエースチャン・ビョンチョル。今大会彼の左腕から繰り出すスパイクでヨーロッパ選手権準優勝のフランスを撃破。この攻撃力は侮れない。韓国の守護神ヨ・ホヒュン、どんなボールも拾い攻撃につなげる、これが韓国バレーだ。一方日本は怪我を押して出場し続けるスーパーエース山本が連敗脱出の鍵を握る。サウスポー対決を制しアジアの王座奪回だ。 Please rise for the national anthem of Korea.日本にとって宿命のライバル韓国、今アジアナンバーワンチームといえばこの韓国を意味します。日本が韓国に後陣を拝するようになって久しくなりました。並大抵のことではコートにボールを落とさない世界一の粘りのバレー、攻撃陣にもサウスポースーパーエースチャン・ビョンチョルを配置。同じサウスポー、日本の山本との打ち合いは注目です。アジアナンバーワンの壁韓国、宿命のライバルが日本の前に立ちはだかります。確かにこの大会でのアテネ出場権は厳しくなりました。屈辱の4連敗。しかし今日の相手韓国は来年の最終予選、再びアテネを目指すためにはどうしても倒しておかねばならない相手です。対韓国、日本は現在9連敗中、もう2年半勝ちがありません。加藤を擁しても山本の力をもってしてもあまりにも強敵韓国。しかしアテネに行きたくば倒すしかない。12人が全力で宿命のライバルに向かいます。戦いはまだ終わったわけではありません。昨日の4敗目で確かにこの大会でのオリンピック出場権は厳しくなりました。しかし今日の相手は宿命のライバル韓国、来年の最終予選を考えてもアテネを目指していくためにはどうしても倒しておかなければならない相手です。それでは今日の韓国戦大一番、放送席をご紹介します。解説は全日本で世界と戦ってきたお二人、藤田幸光さんと中垣内雄一さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず藤田さん、はい、もう昨日の負けはね、はい、今思い出してもまだ悔しい。悔しいですね。ただここは払拭してね、そうですね、今日は韓国戦ですんでね、はい、やっぱり長井さん、この韓国という相手は何か特別なものがありますよね。そうですね、まあ、昔からそう言われてますけども、まあ、今回に限りはですね、はい、まあ、オリンピックをお互いに厳しくなってきましたけども、来年の5月にオリンピックの最終予選があるんですけども、そこに加わるであろう3人のエースがこのチームに入ってないんですね。韓国ですね、はい、ですからこのチームにプラスその3人ですからね、はい、相当厳しいものになると思うんですね。このチームには勝っておきたい。そうですね、そう思いますね、はい。さあ、そして今日も特別応援席にはニュースの皆さんが来てくれています。佐野アナウンサー、よろしくお願いします。はい、こんばんは。特別応援席です。特別応援席、ね、はい、こちらになりますが、さあ、ライバル韓国との一戦になりました、はい、いつにも増して山下君、応援しましょうね、はい、いや、気合入りますね。あのね、韓国の選手もなんかすごい気合入ってるって言ってたんで、本当にね、気合を入れ直して、昨日のことはさっぱり忘れて、ね、今日は頑張ってほしいと思います。はい、確かに悔しい気持ち私たちの中にも残ってますが、はいはい、みんな忘れてこの一戦集中して応援しましょう。はい、に勝ってほしい。それじゃあ行きましょう。せーの、頑張れ日本。絶対負けない。頑張ってください。はい、ありがとうございました。もう今日は本当に全員の力で
日本の12人を後押ししたいと思います。これからコート上で両チームのスターティングメンバーが紹介されていきます。日本はアメリカ、セルビア、モンテネグロ、ベネズエラ、チュニジアの前に4連敗、連敗脱出をかけて大一番、韓国と相対します。その韓国のスターティングメンバーが紹介されています。セッター、キャプテンのチェテウン、センター、シン・ソンホ、同じセンタープレーヤー10番のイ・スンギは2m2cm、 12番レフトのユン・グワンヨル、パワープレーヤーです。14番、こちらはうまさのレフトプレーヤー、ソク・ジングク、そしてなんといっても18番スーパーエース、チャン・ビョンチョル、日本の山本と同じサウスポースーパーエース、この18番チャン・ビョンチョルを止めなければなりません。リベロにはヨ・オヒュンが入っています。率いる監督はチャ・ジヒョン監督、47歳です。現役時代は日本の田中幹康監督とも対戦経験があります。さあ連敗を止めろ、大一番韓国戦に向かう日本のスターティングメンバーです。セッター宇佐美大輔、そしてセンターには伊藤信弘が戻ってきました。4番レフト細川信之、今日はスタメンです。5番センターの尾上健二、11番キャプテンレフトの加藤陽一、そして14番スーパーエース山本貴弘、日本のスーパーエースもサウスポー、韓国のスーパーエースもサウスポー、この両者は実は初対戦らしいんですけれども、どちらのスーパーエースが打ち勝つことになるんでしょうか。日本のリベロは熊狩勝利となっております。率いる監督は田中幹康監督、48歳、確かに厳しい状況です。この状況を福岡3連戦3戦目で出してほしい日本です。そしてリザーブメンバー、昨日大活躍の小林、そして木原、さらには森重、阿部、星谷、全員バレーで韓国に立ち向かいます。さあワールドカップ試合はサーブ権に関係なく得点が入るラリーポイント制です。25点選手の5セットマッチ、ただし最終第5セットのみ15点で争われます。日本は韓国に挑む立場、さあこの韓国を倒さない限りアテネの道は開けません。赤いユニフォーム、画面左から韓国のサーブから幕を開けました。日本の最初の最高は山本です。最初の1本で決めました。日本ファーストポイントはスーパーエース山本です。1本目大事なんですけどね、山本君立ち上がり良さそうですね。はい、はい、まあ、左足首ははっきりしてまだまだ痛い状況かと思いますが、もうこの人に頼るしかありませんからね、日本はね。もう彼もそのつもりでいると思いますし、もうチームメイトも分かってるでしょう。はい、1本目を山本に上げてきた日本です。こちらも韓国スーパーエースチャン・ビョンチョル、互いのサウスポースーパーエース同士の得点で幕を開けました。この対戦です、日韓戦。日本のサウスポー14番山本、韓国のサウスポー18番のチャン・ビョンチョル、まあ、この両者が打ち勝った方が勝つみたいなゲームになるでしょうね。いや、もう間違いなくそうなりますね。はい、互いのプライドが並んでいます。2本目の日本、山本に集めてきました。2本ともいいですね。やはりね、出だしが詰まると大変なことになりますけどね。そうですね、日本の山本はご覧のようにまだ今大会トップスコアラーです。そうですね、よく頑張ってますね、本当に今回は。この試合開始前までで通算得点149は世界一の山本です。さあ、そして今日スタメン復帰しました伊藤ですが、サーブはネットにかかりました。ポイント韓国2対2、立ち上がり互角の攻防からどちらが抜け出していくことになるんでしょうか。14番ソク・キングクのサーブ、日本は3本目も山本、3本目が決まりました。韓国はとにかく決してボールを遠くに残しません。メダルバレーが進行しています。バックアタック細川で来ました。まだつなぎます韓国です。こちらもチャンピオン、日本のブロックが韓国のスーパーエースをシャットアウト。誰でしょう、加藤監督、加藤ですね、加藤ですね、世界を知る日本のエース加藤陽一、この18番チャンピオンチョルをまずは1本止めました。この時点で藤田さん、はい、日本の山本が一歩リード。そうですね、もうお互いね、エース同士の打ち合いになると思うんですよね。はい、ここはセンター使ってきました。出足のスタートいいですよね。ただ韓国はチャンピオンツルだけではないんですよね、藤田さんね。そうですね、でもね、やっぱり最後はエースですからね、はい、私はもうどんな攻撃だろうか、とにかく山本、今日足が折れてもね、経営力打ってほしいですね。はい、まあ、でも山本ですね、昨日とは顔色が違いますよね。昨日ちょっと4セット目あたりからちょっと下動きシーンもありましたけど、ね、加藤のスパイクです。ああ、つなぎます、これが韓国のバレル、飛び込んできたチャンピオンツルはブロックアウトを誘いました。ポイントは韓国です。こういうバレーが本当に韓国のバレーなんですね。繋いだ1本も、そしてスーパーエースが決
これが韓国の形ですね。チャン・ジョンチルもブロックで1本止められましたけれども、その後は難しいスパイクを1本決めました。そうですね、この人は後ろに下がってもサーブも威力があります。山本の2段トスが上がってくるか、山本は2段トスをさばくことができません。中垣さん、全く互角ですね、両者のスーパーエースはね。そうですね、はい、先ほど難しいボールを決めたのが韓国のチャンピオンチルでした。山本がネットにかけてしまいました。ちょっと難しいトスですね、まあ、お互いには難しいトスですけど、はい、思い切って打ってるからいいでしょう。これはセッターに限ります。お互いのコンタクト、加藤さんです。加藤のポイントです。広島ラウンドでは熱がありました。そして福岡に来て体調不良からベンチに下がる試合もありましたけれども、もう体は問題ありません。浮いてますよね、滞空時間の長い加藤が戻ってきました ね、 あのね、出足でやっぱブロックが出たということなんですけども、はい、非常に昨日も、ね、ブロックは良かったんですよ、今日も調子ですよ、はい、後ろに下がってサーブはネットにかかってしまいました。6対4。ただ一つ、あの、日本の大きな武器だったサーブポイントがこの2試合なかったんですよね。そうですね、あまりにもやっぱりミスを怖がってですね、あの、優しいサーブをこう入れていたのでですね、はい、やっぱりいいところを失っているところがあったと思うんですね。今日は序盤からサーブミスがありますけれども、ガンガンいってる証拠ですから、攻めていこうという気持ちがこの試合になって戻ってきたという、はい、そうですね、まあ、その攻めたサーブがですね、はい、前半戦東京での3連勝を生んだわけですから、はい、やはりそれに戻してですね、強いサーブどんどん打ってほしいですね。日本はとにかく強いサーブで世界を崩そう、その合言葉のもとにチーム作りを進めてきました。そのスローガンがこの試合からまた再び戻ってきています。細川が打ち返します。韓国はどうする。セッターセドンからレフトに回します。12番のユン・グァンヨルのポイント、8対4。韓国4点のリードを保ってテクニカルタイムアウトを迎えます。カロリー、糖質、プリン体、ダイエットのまま3つのカット、3つの皮と3つもカット、ダイエットのまま、サントリー。体に脂肪がつきにくいってどこが新しいの、この油ね、それはね、美味しさが違うんです。体に脂肪がつきにくいヘルシーリセッタ、特定保健用食品です。植物のお力、日清オイリオ。日本のお歳暮です。ありがとうの気持ちを添えて健康を送ります。日清の健康ギフト、植物のお力、日清オイリオ。この点差は追いつけます。日本サーブキャッチから加藤がオーバーで拾います。三上からレフトに回します。ここがブロックの網にかかりました。ちょっとタイミング合わなかったですね、今ね。あ、ちょっとずれましたか、ちょっとね、効果が早すぎた。ちょっとどちらが遅かったか、どちらですね。昨日はスタメンは外れた細川ですが、どちらにスタメンの座を譲りました。まあ、だいぶ細川も、ね、疲れが溜まっているようで、今日は実は朝練は休んだんですけれども、あのね、ちょっと気になるのは、あの、東京の時に比べると、少し痛みの時がね、遅くなってる気がするんですよ。ああ、と言いますと、いや、もう細川の時はもっと早い平行上げてましたけどね、まあ、それであの、世界に対して戦っていこうというのが一つの合言葉なんですけども ね、 そうなんですね。さあ、10対4、6点のビハインドでタイムアウトを要求しました日本です。ほらほらほら、カットから取ってこない、しかし動かして、6点のビハインド、序盤互角の攻防から韓国の3連続ポイント、そして日本のワンプレーは3で5連続ポイント、この連続ポイントが光っています。どうしても落とせない一戦、韓国戦。第1セット10対4、日本にとって厳しい幕開けとなりました。先ほどはサーブでまず崩されてしまった日本です。この1本はつながりがオーバーで拾って宇佐美から細川、今度はショットが決まりました。日本のポイントです。先ほどタイムアウトの時にちょっと硬いという言葉が同時陣からありましたけれども、今日ね、ベンチがね、よく声を出てますよ、監督もそうですけど、みんなでね、声を出してね、はい、ちょっと違いますよ、昨日までにね。やっぱりあの、昨日の負け方、センターも相当強かったようですからね。試合が終わった後、センターの宇佐美はしばらくコートから立ち上がることができませんでした。あの
選手なんですけど、非常にいいですよね、決定力高いですよね。しかしこちらもセンター戦です。伊藤です。昨日の悔しい敗戦、伊藤にとっては出番すらありませんでした。そうですね、でも今日は思いっきりやるって言ってましたから、ミスを怖がらずにやってくれると思いますよ、伊藤のスパイクが決まりました。11対7、4点差、まだ4点差です。第1セット十分に追いつける点数です。宇佐美が狙っていきます。このサーブアウトですが、ただ藤田さん、はい、確かに狙ってますよね、日本もね、これまでの試合と違って。そうですね、もう3本見せてますけども、これでいいですよ、はい、もう攻めていかないとダメですよ。ましてや韓国は守りが堅いチームですからね、はい、そうですね、攻めていかない限り勝機は見出せません。宇佐美のトスアップ、山本松トス、今度はバックトス、日本にポイントです。また連続ポイントのシーンがなくなってきました。この後日本が1点取れば日本にリズムがきます。これね、森さん4点差が空いてますけども、日本はね、今までと対戦チームに勝ってそれほど高さないんですよ、ですからブロックを、ね、早く完成させてね、プレッシャーをかけることが大事だと思うんですよ。これまで高さの前にいかんともしれないシーンが何度もあったんですけど、はいはい、で出やすいね、ブロックに当てて弾かれるっていうパターンがありますね。ですから決して高くない、止まりますんで早く作ってほしいですね。チーム平均身長はともに192センチ、体格的な差は全くありません、日本と韓国です。宇佐美のセンターにちょっと動きます。首から日本、山本、あそこで打ったらね、そんなにもらえませんよ、ブロックは。今は長いスパイクでしたね、はい、狙っていきました。あそこを打つのはですね、一番スパイクの打点、通過点を高くできるんですよ。一番足が長いですからね、はいはい、あそこを打てるようになればそうそう困らないんですよね。昨日の敗戦の責任を一気に感じていた山本、ブロックは、いや、ただこういうブロックがですね、もう少し前に出ると、はい、山本君に今のドシャッと、もう叩くできるんですよね。前ですね、早く完成することですね、はい、まだまだ左足首は痛いはずの山本です。細川キャッチしました。宇佐美から尾上のクイックはアウトです。ポイントは韓国、15対9となります。連続ポイントがないシーンが続いていたんですが、ここで韓国に連続ポイントが生まれました。ネットにサーブになります。細川が拾います。宇佐美、宇佐美、韓国を押し込んでいきました。ボールが日本のコートに返ってきます。宇佐美から得意のストレート打ちですよね。いや、もう本当にもう、加藤君本当に得意ですよね、はい、応援席ニュースの皆さん、はい、5点差ですけれども、まだまだこれ日本追いつけますからね。いけますよ、会場の声も今日すごいんで。そうですよね、力にしてほしいですよね。今日の超満員です。
日本追い上げながらテクニカルタイムアウトを迎えます。Thank you.
18-15、放たれません。尾上のサーブです。無回転のフローターサーブ、セッターチェテウンから、ここはチャンビョンチョルの強烈なサウスポースパイクです。チェテウンからチャンビョンチョルへのコンビ、韓国のセッターのチェテウンとチャンビョンチョルはもう実際の頃から同じチームで一緒にプレーしているそうです。コンビネーションの抜群の韓国のチャンビョンチョルとチェテウン。ああ、ここでヨン・グワンヨルが下がりました。4番のチャン・グワンギュンがコートに入ります。ピンチサーブで起用されました。韓国のリードは4点です。あと1点で韓国は20点に得点を乗せます。表情しています。笑顔こそありませんが、引き締まったいい表情をしている山本。さあ、日本のポイント、19-16。この3点冷たい日本。チェテウンからエピックを使ってきました。日本ブロックに1回かけている。韓国のセッターチェテウン、この人はオリンピックも経験しています。まあ、今回は比較的若いメンバーの韓国なんですが、このチェテウンが12人の中では最も代表試合ではキャリアの選手です。私も何度か試合したことあります。ですね、このチェテウンに日本は何度も苦しめられてきました。時間差を使います。サイドへの速いトス、外側のスパイクが決まりました。今の速い平行が中垣さん、外側の真骨頂なんですよね。そうですね、韓国もやっぱりあそこまで速くないですから、はい、なかなか止めづらいでしょうね。ポイント日本20-17。得点を決めた細川がサーブに下がります。細川もいいサーブを放ちます。韓国はセッターに入りました。チェテウンがブロック、相手のリベロが拾いません。日本のポイント、山本は今日は絶好調。痛む足首にはまだテーピングがガチガチに巻かれている状況ですが、ただ僕のいるポジションはスーパーエースなんです。コートに立たなければならないんです。山本はそう話しています。もう一度どうでしょう。完璧に取れてますね。止めつつありますよね、日本はね。実はセットの練習ではあのブロックの練習を何度も何度も繰り返してきた日本です。21-18。センターのシンソンホのサーブ。ということもありましたけれども、そうですね。でもね、やっぱり山本と加藤はね、マークがきついですから、この他のね、決定力っていうのはもう鍵を握ると思うんですよ。そうですね。韓国は加藤の斜めのビーキックです。いっぱいいっぱいに決まってきました。10番のイ・スングです。22-19、韓国のポイントです。ここで韓国はメンバーチェンジです。守備固め、あるいはピンサーバーで起用していたチャン・グワンギュンからレフトエース12番のユン・グワンヨルを入れました。この12番ユン・グワンヨルのパワーヒットも警戒しなければなりません。日本です。3点差、2点差、あるいは3点差というシーンまで来ますが、いっぱいいっぱい、今日2本目、あの対角線いっぱいいっぱいのスパイクは今日2本目。完璧に上じゃないですかね、今のは。上でしょうね。あのボールの叩き付け方を見る限り、おそらく昨日の出来事が相当悔しかったんだと思います。山本サーブですよ、今度。先ほどはサーブで強気に崩していくシーンがありました。サーブポイントもすでにもう決めています。2点差です。わずかに2点差。宿命のライバル韓国戦、今日日本のサーブに手加減はありません。ミスを恐れず思いっきり仕込んでいく山本、わずかにアウト。ボール半個分です。攻め込んでいきました。ただあの気持ちをなくしてしまうと韓国にはかなわない。日本これからも攻め込んでいきたい。日本23-20、日本タイムアウトを要求します。小さくてデリケートな小型犬は顎や歯もとってもデリケートなことをペディグリーは知っています。新しい小型犬用ミキサーは顎と歯に優しい柔らかい粒入り、毎日の食事で元気を育むペディグリー。それぞれに個性があるように味にも好みがあって、毎日違う美味しさを求めていることをペディグリーは知っています。新しいペディグリーチャムは豊富なバラエティ。
ティーでみんな笑顔、毎日の食事で元気を育むペディグリね、よかったですよね。
野君どうですか、この怪我してるように思わないですよね。出だしは全然いいと思うんですよ、ね、はい、さあそして今夜の注目選手をここでご紹介したいと思います、はい、今夜の注目選手はこの人です、はい、加藤陽一選手に、注目したいです、誰よりもですね、オリンピックへ行きたい気持ちが強いはず、今日のアテネは、今日の相手はですね、アテネに行くためには絶対にこう、そうなんです、どっちにしろ勝たなきゃいけない相手だと思うのでね、本当この一戦にかける思いはすごいと思います。そうなんです、目が離せないですね、まあ、4連敗中ですけれども、もうまとめるのはやっぱりキャプテンですよね。そうですね、やっぱり、はい、キャプテンに頑張ってます。そう、おっしゃる通り、どっちみち勝たなきゃいけないんです。そうですよ、そうですよ、だったらここで勝っとけと、だったら勝っとけと、そういうことで、そうです、はい、さあ、ますます応援しましょう、はい、せーの、頑張れ日本、日本はこの韓国を倒さない限りアテネの道は開けてきません。宿命のライバル韓国、かつては韓国が日本の背中を追いかける立場でした。しかしここ数年立場は完全に逆転しました。世界ランクも日本の19位に対して韓国は15位、かつての立場は逆転して今は日本が韓国の背中を追いかける立場にあります。第1セットは失いました。しかし今日の日本は可能性を感じます。まだまだ戦えるはず日本。さあこの後逆転を信じ第2セットのホイッスルを待ちます。 You are 16 going on 17 baby it's time to think better beware be canny and careful baby you're on the 秘訣はな、逃げへんことや。うまさが喉にグッとくるサントリーマグナムドライ。秘訣はな、勝つまでやめへんことや。うまさが喉にグッとくるサントリーマグナムドライ。うまいで、どや。
セット目の、ね、1セット目もあったんですけど、伊藤がサーブ打った後に入るのが遅いのと構えていない、はい、おー、なるほど、立ってるんですよね。昨日ちょっと1試合休みましたからね、そのあたりの関係はどうなんでしょう。加藤はここがうまい、クロスを打ちながらストレートをついていました。ポイント日本3対3です。加藤がね、もう完全に浮上しましたよね。そうですね、その前に切ったスパイク、レフトからのスパイクはね、はい、正面についたんですけど、全然あの追いついてないですね、弾き飛ばしましたからね。広島では38分ぐらい、さあこれは選手寄っています、上がっています、韓国のレシーブ、加藤が打ち込んでいきます。なんとラリーになりました。韓国が繋いでいます。僕の DVD レコーダーは
してあるので僕の番組勝手にどんどん取ってくれるんです。すごいスゴロク出た。もちろん僕の台本来ました。ソニーおかめ納豆。おかめが糸引くネバネバ、はあ、ネバネバ。糸の力でネバネバ、はあ、ネバネバ。おかめが糸引くネバネバ。粘りが違うから美味しさが違う。おかめ納豆糸の力。8対6、2点差です。第2セット最初のテクニカルタイムアウトは日本ビハインド、2点のビハインドで迎えました。ただ1セット目を見ても2セット目を見ても昨日までの日本ではありません。可能性を感じます。山本の力、11番キャプテン加藤の力、そしてよくつなぐシーンもありました。あの粘りの韓国に対して中垣さん、はい、日本がラリーを演じる場面がありますからね。そうですね、レシーブはいいですよね、日本、はい、今日の日本は反応は非常にいいという感じがしますが、はい、確かに満身創痍かもしれません。左足首はまだガチガチの状態の山本、昨日は朝痛み止めの注射を打ってもその注射が全く効かなかったというほど山本の左足首は厳しい状況です。それでも行けば必ずスタメンで行きます、そう答えました山本。これが彼のいるポジション、スーパーエースというポジションです。田中ジャパンのスーパーエースとして選ばれてから3年、スーパーエースでいる限りコートには立たなければなりません。8対6、わずかに2点のビハインド。さあこの2点は追いつけるはずです。フローターサーブ、宇佐美がボールを託す、いいところに、これが3人ほどで割り出されて、そして2ラウンド打ち切った。このパターンですね。なんという韓国の粘りのバレーでしょう。それでも伊藤はブロック頑張ってほしいな。強烈な韓国の粘りを見せつけられました。日本タイムアウトです。そしてなんといっても
しようどうしよう思うんですね、だんだん力が入ってきて真下に打つようになるんですよ、はい、そういうボールをこうブロック脇にブロックされたりして、ですからそのいくら拾われてもですね、平静を保ってですね、常にやっぱり狙ったところを狙ったところをこう長く打っていかないとダメなんですね、はい、変わって入った光のサーブです。時間差できました。チャンビョンチョル、ネットの真ん中に食い込んできて時間差を放ったのはチャンビョンチョルです。ちょっとチャンビョンチョルが藤田さん、はい、止まらなくなってきましたが、そうですね、なんとかね、今変わったばっかりの小林がね、クイックをマークしたんですよ、はい、その裏をかかりましたよね。あ、なるほどね。もう韓国もね、よく見ます。やっぱり日本のメンバーチェンジの一番上手を行く加藤を取った韓国ということなんですよ。あ、そうですね。ちょっとネットに近いトスです。難しいトスアップでした。加藤がそれでも打ち切ってきた。韓国がどうする。14番のソク・ジンウク、キャラが拾っています。止めたスパイスを打つことができません。一方相手のサウスポーエースチャンビョンチョのリバウンドを拾います。セッターチェベウンからラウドビッグシュしてここは山本をベンチに下げました。森重
そのまま点に現れている、そんな感じもしますよね。確かにね、その通りですよね、拾ってつないでエースが決めると、そこにブロックがやっぱり形が悪い日本が、はい、森重が狙っていく、エンドラインの向こう側、ポイントは韓国です。森重もね、ここでやっぱりね、サーブをね、大事にいかないと、今までと同じようではね、リズムを変えられないと。変わって入った森重からすれば、これチャンスですからね。そうなんですよ、このチャンスをね、生かさないと。チャンデンソンのサーブアウトです。日本にとってはラッキーなポイントです。18対10、日本救われました。日本も2桁に得点を乗せました。8点差、厳しい状況。さあ、日本はどうやって追いついていく。加藤が後ろに下がっています。加藤のサーブです。韓国はきっちりサーブが入ります。センターを使います。10番のイ・スンユ、変わって入った森重、ブロックに跳ね返って大きくボールは日本のコートへ。木原もスパイク、木原のポイントです。ここまで変わって入るシーンはありましたが、木原にまでこの試合ポイントもありませんでした。いや、木原もね、日米戦で大活躍したんですよ、非常にスパイク打ってましたね。スパイク力高いですよ、高い高い、はい。あの V リーグで4連覇を成し遂げた上昇軍団サントリーのキャプテンに今年5月には就任しました、まあ、本来なら日本を代表するレフトプレイヤーの一人です。木原は地元ですから頑張ってほしいですね。そうですよね、福岡の能形高校の出身。ここは木原にとってはホームグラウンドです。チャンリョンチョル、ワンタッチがあります。この人を止めることができません。19対11、あと少しなんですけどね、当たってるんですよ、当たってる。だからなんとかアタッチを早く作ってほしいですね。日本のサーブカット、加藤がオーバーで拾う、宇佐美から木原に戻っていく、ちょっと合いません。ちょっと打ち切れなかった、今の韓国にポイントです。20点目韓国。ここで日本はタイムアウトを要求します。バックスパイク真ん中からの攻撃もビタッとついてます。
用してきました。第1セットにもあったメンバーチェンジです。守りはいい4番のチャン・グワンユン、センサーバーで起用です。21対12、曲がりが拾う、フェイスを止められた、小林のセンタープレーを止められました。日本でもちょっと窮屈そうですね、今のトスも、あのスイングの位置がちょっと低いようにも見えたんですが、そうですね、トスがちょっと低いですね。ここでセッター変えますね、日本流れを変えた日本、宇佐美に変えて高さのセッター、両利きの阿部雄太がここで登場です。 1m92 あります、阿部雄太。宇佐美よりも8センチ高い阿部雄太がこの第2セット終盤コートに入りました。しかし阿部にボールが返らない、まだ阿部はトスアップできません。木原のスパイクはブロックの阿部にかかりました。両チームの表情が対照的になってきました。そうですね、これ足動かしてほしいですね、声出して。第1セットはね、ビハインドでも非常にムードが悪くはなかった、そうだね、日本なんですが、ここは踏ん張り時です。進行する時、日本木原はフェイント打ち切れない。23対3のポイント、韓国の次のスーパーエースと言われているチャン・ミョンチョル、そのチャン・ミョンチョルの強烈なスパイクで第2セットの韓国がセットポイントを握っています。24対12、前衛狙い、加藤が拾う、中アタック、阿部、よし、阿部の中アタックが決まりました。阿部気合入ったガッツポンチしてますよ。前で決まって俺が出ると、おい、どんどんチームに火をつけてほしいですね、はい、東海大4年生、チームでは最年少の阿部雄太です。その阿部がコートに入ったこの第2セット、日本だけきちんとポイントは韓国、ここで25点目が入った。第2セットはチャン・ビョンチョルの力が日本を封じ込めました。1セット2セット日本連続で失いました。苦しくなりました日本。1セット目は取られはしたもののいい戦いはしました。しかしこの2セット目は韓国強し、日本に策はあるか。第2セット終盤は山本がベンチに下がるシーンもありました、今ベンチに下がっていく、コート裏に下がっていく日本の前には竹下アナウンサーがいると思いますが、竹下さん、はい、2セットを連取されました日本の選手が控え室と戻ってきました。個々の選手ちょっと表情をうつむき加減で暗くなっています。山本選手もうつむいたまま今控え室へと入ってきました。一番最後に阿部、そしてキャプテンの加藤が続いていきます。2セットを連取されましたが、後半ちょっと声が出ていなかったのが気になります。この後逆転に向けて日本、精神面気持ちの面の立て直しを図ってほしいと思います。こちらからは以上です。確かに韓国は手強い厳しい相手です。しかし奇跡を信じて、可能性を信じて待ちたい選手たちがこの控え室の方に戻ってきます。確かにちょっと視線を下に落としている選手が多いかもしれません。満身創痍、怪我人も多い今の全日本の状況。韓国は強い、確かにこの韓国は手強い、しかしアテネの道を信じ、わずかな可能性を信じ、さあ頑張れ日本。この後第3セットを迎えます。もう皆さんさっきから何度笑ったか知れないでしょ。人間笑ってないとね、幸せが来ないんですね。聞いて笑って元気が出る瀬戸内寂聴さんの法話集、詳しくは今日の朝刊で。今度の P はおしゃれなツートンカラー出たよ。遊べる携帯 P252i。お歳暮にコーヒーなんて気が利く息子だなんて言ってたりしてね。気が利く息子だなんて言われたいんじゃないか。電話してみようか。幸子さんは気が利くね。だって俺はコーヒーギフトは AGF。 OCL の ADSL ならインターネット使い放題、 IP 電話もついているから電話代もお得でもっと嬉しい。しかも今ならセットで無料。お問い合わせはコールコール。ケンタッキーから新登場、パンプキンポットパイ。パンプキンとチキンの熱々ハーモニー。パンプキンポットパイ新登場、ケンタッキー。お、今日はルーシー。産経新
金分月2950円、スヌーピーよりどりタオルプレゼント。お申し込みはハイニク50。氷は濡れているから滑る。ダブル吸水ゴムで路面の水を吸い立て、アイスガード横浜タイヤ。乾いた氷は滑らない。日本の選手たちが第3セットへ向けてコート上に戻ってきました。さあ、それではここまでのハイライトをこの試合ご覧いただきましょう。互角の攻防で幕を開けました。山本は左足首痛い状況なんですが、1セット目非常にいい活躍を見せました。スパイク、そしてこのサービスエース、これは本当に見事でした。バックアタックも見事に決まる山本、スーパーエースとして申し分のない活躍を見せました。ただわずかに相手の力が勝ったという第1セット。セットは取られましたが、可能性を感じた第1セットでした。この第2セットも立ち上がりは互角の攻防だったんです。キャプテン加藤のスパイク、技による点も取りました。このままならいける、タイに持ち込める、誰もがそう思いました。しかし何といってもこの韓国のつなぎです。それをそして得点につなげていくスーパーエースチャンビョンチョルの存在。韓国の粘りは、つなぎは世界一と言われていますけれども、まさにその世界一の粘り、それを見せつけられた感じの第2セットの日本。加藤のバックアタックも止めることは止められてしまったこの第2セット。1セット目、2セット目、日本は立て続けに失いました。そして永井さん、ちょっと下を向くシーンがね、特にさっき控室に入っていくシーンはですね、はい、みんな本当に下向いて歩いてましたね。やっぱ胸張ってですね、はい、次のこと考えてるとですね、下向いてる暇ないと思うんですけども、厳しいかもしれません、はい、それでも声を出して奇跡を呼び込んでほしい日本、はい、さあ、それでは応援席を呼んでみましょうか。応援席の佐野さん。はい、2セット取られはしましたが、まだまだこれからです。昨日は2セット取って取られたんですから、そうですね、今夜はね、そうです、3セット取り返しましょう。そうですね、ここでね、気持ちで負けてたら、絶対勝てないんで、もう本当に頑張ってほしいですね。そうですね、はい、永遠のライバル、これから何百回何千回とね、はい、対戦する韓国ですから、はい、勝ちましょうよ、はい、応援しましょう、はい、よし、行くぞ、せーの、頑張れ日本、確かにそうです。この宿命のライバルを倒さない限り、世界への扉は開かれない。2セットを失いました。厳しい日本。しかし、頑張れ日本。逆転を信じ、第3セットに向かいます。マーチはあなたのために。ライトだって、ワイパーだって、キーだって、使いやすくしときました。こんなにフレンドリー。マーチです。70周年車第2弾登場。人間の車臭いんだけど。それは室内環境問題ですね。日産は消臭天井で解決します。どう？グー。室内環境パッケージは70周年記念車で。痛むからってカラーリングをやめるわけにはいかないじゃないですか。痛んだ分だけそのコンディショナーの成分が入っていく感じがしました。ついに完成、パンテーンエクストラダメージケア。一晩じゃ奇跡は起きない。前のゴワゴワが嘘みたいで、カラーしてもこれなら大丈夫ですよね。うん、すっごい嬉しいです。それが負けない髪、パンテーンエクストラダメージケア。福岡の地に奇跡は起こるのか。粘りの韓国バレーを見せつけられた2セット目。確かに苦しい、確かに韓国は手強い。ただ世界の舞台に立ちたくば、オリンピックに行きたくば、日本は韓国を倒すしか道はありません。今大会でのオリンピック出場は確かに厳しくなりました。ただ来年世界最終予選で両チームはおそらく激突します。永遠のライバル、宿命のライバル韓国。このまま終わってなるものか日本。逆転を誓い、第3セットの幕が開きます。日本のサーブレシーブからです。セッターチェテリのサーブ、日本の細川サーブレシーブ乱されました。ちょっと細川
でしょうが、世界の舞台に挑戦したくば、この韓国を倒すしかありません。日本、その中心はもちろんナンバー14、山本隆弘、スーパーエース。第2セットは終盤ベンチに下がるシーンもありました。ここは決めてきた山本。ただね、中垣さん、はい、スーパーエースの気持ちから見れば、はい、途中でベンチに下げられる、これは屈辱だと思うんですよ。いや、悔しいと思いますよ。山本君も本当に悔しさ感じてると思いますよ。これをどうこのセットにつなげるか、はい、日本キャプテンが1対1対このセット、チャン・ヨンチョル。でもちょっとあのセット間にブレイクありましたから、まあ、立ち直ってくれることを祈りたいですね、はい、森さん、はい、セット間は韓国のオープントス、左右のオープンに対してのブロック、この確認というのをしきりに行ってましたね、日本チーム。オープンに対するブロック、この辺りは古田さん、はい、どう見ますか、日本の指示というのは。いや、もう決めるところが決まってるんでね、その確認なんですよね。いや、あの止めに止あの打つところは分かってるけども止まらないという、そういうのを一体確認でしょうね。何度やってもチャンピオンチョルに決められている第2セット、はい、ただね、私気になったのは、その一番チャンピオンチョルのこれはに、はい、山本を、ね、当てるという点も、ね、考えてほしいと思うんですよ。高さには高さ、そういうプレッシャーを、ね、どん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 かけていってもいいんじゃないかと思うんですよね、山本とチャンピオンチョルは数ある日韓戦の中でも両者顔を合わせるのは記憶の上では初めてという話を聞いているんですけれども、1セット目は山本の力が開きました、かかりましたけれども、2セット目はチャンピオンチョルが打ち勝った格好です。あとは日本、このセンター陣ですよね、今決めた。そうですね、ああやってどん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 あのリズム取って攻撃していけば、はい、山本とか加藤とかが楽になるんですよね。ですよね、はい、そして山本は今日サーブポイントも決めています。あ、戻ってきたが山本、第3セットネットにかかりました。ポイントは韓国4対3です。あの韓国っていうのは昔から、ね、オーソドックスなあのブロックシステムなんですよね、はい、どちらかというとマンツーマンでかけるときはかけるっていう、でやっぱ決まりきった攻撃パターンだとやっぱり相手の、ね、思うところだと思うんですよ、はい、1枚にしてそれを拾うっていうパターンが、ね、韓国の時 の, あのパターンなんですよ、はい、だからいろんなところから攻めていくっていう手も、ね、やっぱ考えていかないとダメですよ。そのためには先ほどちょっとサーブレシーブ外側のイラシーンもありましたけれども、はいはい、それとあと同じクイックでも斜めに切り込んでいくとか、はい、場所を変えて取るとか、ね、なるほどね、はい、入る場所をね、このボールが返ればコンビが使えるわけですが、ここはバックアタックを使ってきましたがシャットアウト。なんと第3セットの山本止められています。ポイントこれで6対3、日本タイムアウトを要求します。すみません、お静かに。その安全性と商品性で大人気の個人向け国債、なぜ多くの方々にご好評いただいているのか、私たちのお店のわかるんデスクではわかりやすくご説明しています。お預かり資産安心制度の日興コーディアル証券なら安心感が違います。個人向け国債のお求めはぜひお近くの日興コーディアル証券まで。今日は控えの小林からやり返そうやり返そう、そんな言葉が飛んでいます。その言葉を今コートに立つ6人がどう受け止めているか、下を向いてはいけません。コートに立つ限り戦い続けなければなりません。まだ3点差、1、2セットは失いました。しかしまだ可能性はつながっているはずです。宇佐美に生きたボールを返したい日本、いいサーブだ韓国。止められても山本を使ってくる。今度のバックアタックは決まりました。ポイント日本6対4です。今はリベロのヨ・オジュンのコースの前でした。完全にクロスを止めに行ってますよね、韓国のブロックは、はい、ですから山本が自分の目の前空いてるわけなんですよね。そうなんですね、まあ、そこにリベロのヨ・オジュンを配置していたわけですが、そうです、もうそういうシステムなんですね、はい、今は山本のパワーの方が勝りました。韓国がシュート使ってくる、山本がつなぎます。これですよ、これ宇佐美から上がったボール、細川はさばけるか、ワンタッチで韓国が拾っています。この粘りのバレーで2セット取られている日本、そしてチャン・ジョン・チョルが舞い上がってきます。いいですね、今のは。いや、いいスイングしますね、確かに。このパターンで日本は2セットどれほど苦しめられたことか。繋がれて繋がれて
ここはもう開き直ってね、とにかくもうお祭り騒ぎにしてほしいですよ。はい、この尾上のサーブ意外にいいんですが、はい、ちょっとね中途半端だ。もっと前のと韓国がコンビを使ってきました。9番センタープレーヤーのシン・ソンホが決めてきました。8対5、この第3セットも日本ビハインドでテクニカルタイムアウトを迎えます。まさか白くなったな。これ、柔らかい。ゴールドは柔軟剤入り洗剤、洗い上がり真っ白で柔らか、気持ちいい。はい、ゴールド。緑茶には除菌効果があること知ってました？知ってるわよ。緑茶成分入りまな板とスポンジの除菌ができるジョイ新登場。緑茶成分入り除菌ができる？まな板とスポンジの除菌ができるジョイ緑茶成分入り。モバイタドットコム。私は欲しいものは働いて買う。はい。エントリーしてバイトする。イエーイ。モバイタドットコム。グッドウィル。モバイタドットコム。うん。じゃあ火曜日ね。リポート。よっしゃ。よし。オッケー。じゃあ空いたところはモバイタしちゃおう。はい。エントリーしてバイトする。モバイタドットコム。グッドウィル。遥かなる道
ットを見ても韓国は日本を研究している感はありますからね。もう1枚で結構いいよと、はい、でレシーブ広いから、そういう世界に対する戦い方の一つの雛形ですからね、これはね。余裕でね、
失速してしまいました。16対13、韓国リードでテクニカルタイムアウト2回目を迎えます。もう買い替えでしょう。お前の方が乗るしな。そんなあなたに走った分だけキャッシュバック、マイレージキャンペーン結構使えそう。いいね。さあ日産のお店へ。プラスイオンとマイナスイオンがカビ菌などと戦います。除菌イオンエアコンがついたパパママリバティ70周年車第2弾登場。あの私ナンバーズもコマーシャルやっておりますけども、やってってじゃあ俺も買おうかな、なんてガソリンスタンドの隣にね、あの宝くじ売り場があって、でガソリン入れてもらってる間になんとなく買ったんですよ。で神さんにまつわる数字でいいななんて買ったら、それが当たった時びっくりしましたね。これは、素晴らしい、なんていうことでしょう。これがいい気持ちなんだ。これが結構楽しいナンバーズ。いい、動かないで、現像したら送るね。いい、動いて、ムービー撮るよ。結構おめでとう。それじゃあ今から送ります。編集もできる滑らかムービーメイク大活躍。さ、世代交代。さ、もう一ムービー、先輩も動いて。第三世代だからできること、 AU。P&G、
KDDI とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。はい、朝専用。現場危ないから目覚ましておかないとな。朝は目覚ましておかないとですよね。やっぱり目はっちり。おはようございます。ますます朝専用モーニングシャスト。目覚めちゃったね。リーガンデジタルシフト。リーガならなんと地上デジタル放送も DVD に残せる。すごい録画の怪物リーガン。パナソニック。いよいよジャパンカップですね。印象に残ってるのはスペシャルウィーク。嬉しかった。嬉しかったですね。騎手に会えて感動した。あんの憧れのジョッキーとかがするんですよ。ジョッキールームで隣に座ったりとか11月30日ジャパンカップでサプライズ。頑張れや日本。ATM 24時間営業へ UFJ24 始まる。ハートドライブクールデザインスパーダ from ステップワゴン。いや、一回起きたんだけどさ。今どこ？試合始まるぞ。カモアイナンバー10。あ、俺今日会社だった。お前会社員じゃないだろう。お前テレビ電話広がるフォーム。どこも、まだまだ18番タップアスポート4点のビハインド。日本これで2回のタイムアウトを使い切りました。今日の試合差はわずかに3点、あるいは4点。こういう場面が非常に多いんです。ただその3点が、その4点がわずかの点差が詰められない。韓国の粘りの前にどうしても日本追いつくことができません。跳ね返すことはできるんでしょうか。これが最後のチャンスか。さあここで日本加藤に変えてなんとコシアを投入します。昨日スタメンでした。ただ昨日スタメンで戦ったことでほとんど左足は機能しなくなってしまいました。今日も練習は途中で抜け出して病院に診察に行ったこのコシア。田中監督ももうコシアは使えないと話していたんですが、コシアを投入してきました。山本がプッシュです。アリベロのヨウヒュンスーパーレシーブ。アンダーで上がったボールをトスにしてチャンピオンジョが打ち抜いてきましたが、日本も山本ワンタッチを狙っていく。ワンタッチがあります。ワンタッチがあります。日本のポイント山本ワンタッチ狙い。加藤はベンチに下がりました。もう田中監督はコシアはもう厳しいかもしれない、そう話していたんですが、はい、それだけ今日本は12人の力で全力で韓国を倒しにかかっています。はい、状況は厳しいかもしれない。しかしわずかな可能性を信じて攻めたサーブはしかしアウト。ポイント韓国。数センチですね今のね。惜しい。今日は全員攻めてるんですよね。はい、攻めてますよ。どんどんね、サーブで攻めてるんです。前衛狙い韓国ネットになりました。つながりが拾う。ブロックポイント、韓国のブロックポイント。20対15。今日はね、山本と加藤のマークはきついですよ、厳しいですよ。そんな中、果たしてどこに突破口がある。オーバーで拾う小川。2人から山本、2番と拾います。もう1回に飛び、今度は細川、ブロックアウトです。で、あったらば藤田さん、はい、周りの人間が手を取っておかなければならない。はい、そうですね、本当に。だからさっき言いましたように、細川が今日当たってるんですよね。はい、どんどん使ってほしいですね。その細川がサーブに下がりますが、細川はバックアタックもありますんで ね。20対16。細川のジャンプサーブです。ヨウヒュン返しました。日本のポイントです。クイックアウト。ポイント日本3点差。20対17。もう1点ちょっと分かんないです。分かんないね。波が来ますよね、これでね。はい、さあ、今、前にはコシアがいますが、ライトじゃないですか。そのライト、チャンピオンズル、バイクに力はありません。山本が上げます。山本がネットを越えない。
ね。なんか厳しい表情でベンチに下がったキャプテン加藤がコート上の6人を見つめています。21対17、韓国のリードは4点。つながりが拾った、サミが上げた、山本が打った。それでも韓国がつなぐ、チェジェインからラリーになります。ボールは日本のコート、山本またもラリーだった。この2ラウンド追いかけた、追いついた、チャンスボールを返します。さあブロック止めたい、時間差を超えた、韓国ここ一番で時間差。14番のソグジングです。いや、韓国のセッターのチェテインうまいですね。うまい、オリンピックを経験してきた韓国の正セッターです。決して高さはないんですけども、はい、派手さ、スピード、この振り回すとか派手さではないんですけども、うまいですね、やっぱり。前回ワールドカップの正セッターを務めていました。今コシアがスパイクを打ちましたが、もう左足が動かない状況のはずのコシアにボールが集まっています。日本今度はバックアタックから強打できました。マリンメッセで福岡を沸かせる岡川の一球、ポイント日本22対18。森重に変えてここで尾上をコートに戻します。山本、尾上、越谷、細川、宇佐美、そして伊藤、この6人が今日本はコートに立っています。伊藤のサーブに期待、バズーカサーブ、リベロ狙い、リベロを決めました。を出す人間は一人もいません。
サーブから日本、コシアのサーブ、さあ次はブロック、振られた、奇跡が起こりつつある、日本3連続ポイント、諦めない心、選手たちの目はまだ輝いている、まだ奇跡は起こる、宿命のライバル韓国の前に日本敗れました。長林さん、はい、最後は粘りも見せました、見せたんですけどもね。そうですね、セット目から3セット目に変わった時に、はい、ガラリとこう変わってですね、まだ諦めない姿勢を日本見せてくれましたよね、はい、ああいう調子で最初からやっぱりやってほしかったんですね。ただ藤田さん、はい、韓国の粘りが見事でした。もうね、最初からね、その粘りっていうのは分かってるんですけどね、ここまで粘るとは思わなかったですよ。この粘りにね、勝ってほしかったですね。打っても打っても決まらない、そんな歯がゆさがあったかもしれません。ただこの韓国を倒さない限り、日本の世界への扉は開かれません。追い込まれました日本、これで5敗目、ただまだ戦いは続きます。頑張れ日本。はい、まあ、今日は日本のいいところが全く出ないまま試合が終わってしまいました。しかし全日本の実力こんなものではありません。最後の踏ん張りに期待しましょう。それでは今日